に翔平のユニフォームは超品薄、男性用 ML は注文もできず、全国紙 USA Today は連日、大谷のユニフォーム需要が高くて常に品薄状態が続いていると紹介。さらにドジャースが大谷ユニフォームを在庫ありの十分な状態でキープするのには夏半ばまでかかるかもしれないと指摘した。 MLB 公式サイトで男女とも$174.99、約26,300円で予約販売している一番人気の大谷のレプリカユニフォーム、ナイツホワイトホームリミテッドは現在、男性用の M と L、女性用の S と M の人気のサイズは注文することさえできない。買えないやつはロッテの大谷ので我慢しとけよ。柳。山本が着ると鮮やかなブルーになり、大谷が着るとくすんだブルーになる不思議なユニフォーム。山本は地味だから、どんだけ活躍しても過疎すれだったのに、大谷いるドジャース行ったら途端に持ち上げるには乾いて笑えるわ。山本が地味だったからじゃなく、チームがオリックスだからどれだけ活躍しようが全く行動されなかった。ただそれだけよ。なんか大谷も松井初年度みたいな感じになってきたな。大谷と同じサイズも作れよ。それ欲しい。ドラゴンズの17も売り切れてるんだっけか。品薄の前に記事薄なんじゃなかったの？レディース買えばいいじゃん。わら、アメリカの L って日本より大きいんだろうか。メルカリの転売エグい。ドジャース石井の背番号17の T シャツで我慢しろ。現地見に行くわけじゃないなら欲しくないわ。着る機会ないじゃん。確かにそれはある。球場行くなら着たいけど、街で普通に着るのは少し抵抗ある。男性で M が売れてるって嘘だろ。あっ、子供ってことか。俺は LL だからまだ注文できる。 S の売れ勝ち組。代わりに中日の売れそう。ドジャーズのユニは着てもかっこいいけど、中日を着ると不老者に見えてしまうからな。売れてても代わりにはならん。慣れもあるが、エンゼルスの赤色の方がデザイン的に好きだな。まあドジャース強いからいいが。チュニドラの柳のでいいだろ。